クリスマスデートで着てほしい洋服を女子に聞いてみたというところでやっていきたいなと思います。女子がほんまは喜んでるのか、本音はどう思ってるのかっていうのをね、皆さんと一緒に見ていきたいなと思います。はい、本日はですね、クリスマスデートで着てほしい洋服を女子に聞いてみたというところでやっていきたいなと思います。またまたですね、街角インタビュー、東京の渋谷区で、インタビューさせていただいたんですけども、そこでクリスマスもう皆さん近いですよね。どういう格好で着てるのが女子がほんまは喜んでるのか、上辺ではいやあんたその格好いいやんって言うけども、本音はどう思ってるのかっていうのをね、皆さんと一緒に見ていきたいなと思いますので、では早速インタビューの様子見ていきたいなと思います。いきましょう。すいません、その前にね、着てほしいアウターちょっと紹介していきましょう。こんな感じでズダンと1番から8番まであります。まず1番から見ていきましょう。1番は何かっていうと、シャツブルゾンみたいな、こうブルゾンっぽいアウター。例えばこういうのって、いやクリスマスこんな寒い格好すんのと思ったりするけども、まあようやく考えたりしたら、こう全部室内でデートする、その建物ショッピングモールとかで映画見てご飯食べて買い物してみたいな感じの場合って、あんまり逆にタウンとか着ていかないと思うので、まあこういう格好どうですかと。で次の2番っていうのが、こうダッフルコートですね。ちょっと可愛い、こうトルクが前にあってボタンが閉めるような感じの、ちょっと可愛らしい印象、まあイメージ的にはちょっと大学生とかっていう感じのイメージかなって、まあ僕は勝手に思ったんですけど、こういうので。3番は何かっていうとフリースね。見てもらったら分かりますけども、レトロ X ですよね。これはでレトロ X っていうだけじゃなくて、まあフリース全体、例えばこれでおそろでコーデしたいっていう方もいらっしゃるかもしれないので、僕まだインタビュー見たいのでどんなか知りません。で4番、これはまあ王道ですね。僕のチャンネルといえば、こちらのダウンジャケット、まあこれちなみに水沢ダウンやと思いますけども、別に水沢ダウンってことじゃなくて、まあダウンジャケットがいいんじゃないかっていうお声があるかもしれません。で次5番、これさっきの2番と似てるんですけど、ダッフルと何が違うのっていうと、ジェスチャーコートになってるので、よりきれいめな印象で、より大人っぽいコーデがお好きな女性は多分これを選んでくるんじゃないかなっていうところで、あえてタートルネックで大人っぽい印象にコートっていう感じで立ちました。で6番は今流行りの、皆さん女子大好きのミリタリーでございます。で僕らみたいなおっさんも、ミリタリー流行ってんねやって言って行ったらいいけども、めちゃくちゃダサいとかキモいとか汚いとか、そういうこと言われるんですけども、これは若い子の特権ですけども、一応6番を入れてきました。で7番っていうのは、マウンテンパーカーですね。ノースウェストのこれはマウンテンジャケットやと思いますけども、マウンテンパーカー、ちょっとアウトドアな感じとかスポーティーな服装が好きっていう女性もいてると思うので、今からインタビュー見てもらう中で、あ、こういう格好の女子は綺麗めが好きで、こういう格好の女子はアウトドア系が好きなんやなっていうのをね、見ていただけるかなと思います。で8番最後っていうのは、これはピーコートですかね、まあ、ボタンがあって一般的な、もう一番オーソドックスなコートって言ったらこれになるかなと思うんですけど、まあ、このあたりを見ていきたいなと思いますので、見ていきましょう。クリスマスデートに着てほしいアウターは、はい、ということで、8択あります。これです。8番コートですね。そうですね、ダブルのコートみたいな感じで、はい、その理由は何ですか。長すぎず、はいはいはい、冬だったらイルミとかじゃないですか。はいはいはい、そうですね。それでこれ着てたら、ああなるほどなるほど、目につくロングコートよりも丈が短めの方がいい。はい、なるほどなるほど。なんかコート好きな女子多いと思います。なるほどなるほど、コート好きな女子が多い。ちょっとこれ聞きました皆さん。それと今の彼氏さんが似合ってるから、はい、これ8番を選んだっていう理由が大きい。そうです、はい、なるほど。なるほどね、彼氏さんがこれ似合ってるとスタイルいいんやろな、これっていう感じで。6番ってことは、MA1 ですね、オーバーサイズの MA1、 ちょっとこうワイルド系が好き、うん、ああなるほど。ちょっと見てください、 MA1 出ましたね、皆さん大好き MA1、 女子はね。でこれ来たらおっさんやないかいと、ところジョージやないかいって言われるんですけども、まあ、30代以下かな。じゃあいきましょう、これ8番。5番のチェスターコートより丈が短い感じのコートがいい。ちょっと待って、8番人気ないです。なんか8番がすごい思ってるより人気ある。男子あんま8番興味ないやろけど。5番、あ、チェスターコート、彼氏さんでも元彼さんでもいいんですけど、あのアウターどんなの着てたかだけ似たようなものあれば覚えてる範囲で、はい、6番、ああなるほど、6番か7番だからっていうのもあるんですかね。ああなるほどなるほど。お姉さんもじゃあ、この辺、あ、ちょっと違う感じのタイプ、ワイルド系というか男らしい感じ、あのピーコートみたいな感じのものですかね。ジャケットみたいな感じの、はい、ああなるほどなるほど。やっぱクリスマスは皆さんコート買いに行ってください。僕のダウンジャケットのチャンネルなんか見ないでください。コートをすぐに買いに行ってください。次行きましょう。はい、あ、おー分かりましたね。じゃあまず、手前のお姉さんは5番、チェスターコート、ね、奥のお姉さんが3番のフリース。クリスマスだからちゃんとしたの、ちょっとレストランとかね、綺麗めのホテルとかね、そういう感じのところに合いそうな感じ、はい、なるほどなるほど。あー、やっぱこういう格好してる女の子って、フリース着てそうな女の子ってフリース着てる男子がいいんでしょうね。で隣のお姉さんなんかめっちゃ肩出てるけど、このお姉さんフリース着てなさそうやから、やっぱこういう人はちょっと綺麗めな方が、男子がねいいんでしょうね。自分がこういうの着るから可愛いな。あーなるほどなるほど、お姉さんもそういうカジュアル系のファッションが多い、だから一緒に合わせやすいような服装着てくれると嬉しい。じゃあ逆なんですけれども、これで来たらちょっと私クリスマスの思い出が罰になっちゃうからみたいな。4番と2番、これを分かりましたね。4番はダウンですね、2番はダッフルコート。ちょっと待って、
ちょっと待って、ダウン嫌って言われたりしたらもうこのチャンネルとして運営できひんくなんねんけど、ちょっと一回続き見ようか。ダウンダメですか？クリスマスのレイトは。そうですね、はい、さクリスマスでね、ダウン着てくるやつなんて嫌ですよね。すぐコート買いに行こう。さっきの理由で言うと確かに、はい、ダウンというよりはきっちりした感じの、はい、なるほどなるほど、学生みたいに。そうですね、もう僕も同じダッフルコートといえばなんか高校受験とか大学受験っていうイメージ。ダッフルコートって学生のイメージある。5番。あ、2人とも5番ですか？ジェスターコート。5番。推しが来てたんで。この時の女性結構多いんですよ、好きな人が来てるからっていうので。推しが来てたと。推しってどうせまたアイドルでしょ。でアイドルってことはスタイルいいでしょ。スタイルいいってことはかっこいいでしょ。わしらちゃうやないかい。それわしらと全然ちゃうやないかい。それクリスマスデートだったら綺麗めきれば。まあそうですよね、レストランとかね、ホテルとかみたいなところに行くならっていうことで。それだと何でしょう、8番とか、まあ1番とかもありっちゃありですか。8はありだけど1は薄い気がする。1はそう、ちょっと寒いですね。ちょっと寒いですね。逆にクリスマスデートにこれできたらちょっと私入るかも。3番。フリーズ。フリースみたいな。あー、なるほど。ちょっとフリースはさっきの女性の方言ってましたよね、可愛い感じの。あの人以外は入ってないんかな。でプラスダッフルコートとかフリースとかっていうこう可愛いのはちょっと女性的にはクリスマスは微妙なのかもしれないですね。ちなみにジャニーズだったら推しだと勝ちたくありますけど、どれ着ててもありって感じですか。いや、そういうわけじゃない。この子の推しは5番。あ、なるほど。手前のお姉さんの推しは5番で、奥のお姉さんの推しは絶対なのこれ。もう分かるんですね、そういうのが。なるほど。サンダル。寒いのか暑いのかちょっとよく分かんないですけど、まあそうなんですね、推しが来てるとそういう感じで。はい、ということでね、インタビュー見ていただきました。このインタビューしてくれてる方っていうのが僕と同い年の方でね、まあ、見た目めちゃくちゃ若くて、コミュニケーション能力ね抜群な方やから、こうやって綺麗にインタビュー撮っていただいたんですけど、ちょっと総評見ていきましょう。やっぱり多かったのっていうと5番8番ですね。やっぱこの辺りは結構多くて、デートというとまあ綺麗めなイメージなんで、よりこう合ってきやすいんじゃないかなと。で僕自身もね、欲しいコートあるんですよ。でね、でコートって結構ピンキリで20万ぐらいするコートから、まあ普通に 1,2 万まであるってコートあるんですけど、僕コートに関してはね、考え方やっぱ原料で考えるので、原料の素材で考えた時に、まあウールもしくはカシミヤ、まあシルク、その辺がこう今後入ってるのがいいなと思うんですけど、はっきり言ってね、ユニクロでもね、そのレベルのがあったりするんですよ。で逆に20万のでももちろんウール 100% で作られたりするんですけども、まあ、その中でね、僕ちょっと気になってるやつがあるので、また近々購入はしようかなと思ってるんですけども、僕が気になってるのはそんな高くなくて2万か3万ぐらいのやつなんですけど、ちょっと長めのコートで、チェスターコートでもないんですけど、まあなんかそんな買ってみようかなと思ってるんですが、やっぱりね印象は良かったみたいです。で逆に悪かったのっていうと、やっぱ3番のフリースで4番のダウンジャケット、まあ、ダウンジャケットも悪くないけど、やっぱ2番3番かな、ダッフルコートにフリースっていうのは、今これ見てくれてる大学生の子とかは全然いいと思うんですけど、まあ、やっぱりメインって僕のチャンネルってね、大体30以上、まあ、ほぼ同世代かもうちょい上かって感じなんですね。30から45歳ぐらいまでがめちゃくちゃ多いんですけど、まあ、そう考えると、まあ、おっさんでダッフルってちょっとやっぱ似合う人限られるよねと。僕も似合わないんですよ。でそれ以外にやったらフリースも普段のコンビニ行く時とかやったら全然いいけども、わざわざデートの時にこんなん着てこんといてよっていうことがねありましたし、まあ、ダウンジャケットもあんま人気なかったから、やっぱりクリスマスはダウン皆さん着ていかないようにしましょう。でコート買いましょう。でクリスマス用に僕もコート買うので、それまた動画で紹介できたりしますし、ちょっともう時間ないかもしれないんですけども、皆さんもね、コート気になった方は見ていただければなと思います。でそれ以外でもね、別件でね、ユニクロで買うべきアイテムっていうのをちょっとしかしか出そうと思ってるんですよ。でその時にも出そうと思ってるんですけど、とにかく素材いいやつ僕選ぶから、素材で考えた時にチャッチー素材に1000円も払わなあかんねんっていうものもあれば、この素材ユニクロでこんな扱ってんのみたいなのもあったりして、その中の一つで僕コート出そうと思ってたんですよね。で僕自身もコートは5年か6年ぐらい前に買ったりしてて、これユニクロにしてはだいぶ質いいなと思ってたんで、 もしねクリスマスの一晩だけやから、もうユニクロでええわっていう方もいらっしゃるかもしれないんで、そんなも早めに出せたらいいなと思うんですけども、まあそういったことでクリスマス皆さんデート、奥さんとデート、彼女とデートされる際はね、ちょっとコートなんか着てくると、あれあんたいつもダウンジャケットとかフリースばっかり着てるのに今日だけなんかちゃっちゃうやんとか言って、まあ楽しい一日になるんじゃないかなと思いますので、僕もそんな感じで嫁に黙ってコート買ってクリスマスどっか出かけるってなった時はちょっとコートで出かけるみたいな、あれかっこいつもと違うじゃんっておそらく言われてます。僕の嫁からはね、大阪市内に行く時、僕の事務所八尾ってとこなんですけど、八尾から大阪市内にもう一歩でも入る時は絶対ノースフェイスのパンツなんか履かんといてって言われてるんですよ。そのなんか
スポーツとかカジュアルとかそんな格好で大阪市内に行かんといてって言われてますので、しっかり綺麗な格好してね行きたいなと思っております。はい、ということでね、今回はクリスマスデートに来てほしいアウターということで、女性の本音っていうかね、なかなか彼氏とかには言いづらいところをね聞いていただきましたので、まあ皆さんもね、クリスマス楽しんでいただければなということで、本日はですね、クリスマスデートに来てほしいアウターというところでご紹介させていただきました。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。